どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、羽田空港の京急のホームにいてですね、本日は羽田空港から福岡までエポスゴールドカードですね、 JQ エポスに交換しに行く動画というふうになっております。ちょっとね、動画長くなってしまうかもしれませんので、そしたらですね、ちょっとねシリーズ的な感じでね来るかもしれませんので、その点はねご了承いただければなというふうに思います。でですね、エポスゴールドカードから JQ エポスゴールドカードにですね切り替える際なんですけども、ゴールドカードをね受け取ってしまった方はですね、もうね指定のね場所に交換しに行くしかないということになりますんで、今回私はですね JR 博多駅の方に交換ねしに行きたいというふうに思います。でですね、今回はユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA のね特典航空券を発券しております。ルートとしてはですね、今日ですね羽田から那覇の方に飛んで、明日ですね那覇から福岡に行くっていった形になっておりまして、日付をねまたいで飛ぶわけなんですけども、こちらもね片道6000マイルでね利用することができるっていった形になっております。これはですねユナイテッド航空のねマイルならできるっていった形になっているわけなんですけども、日付をまたいでね利用することができるということで、一応ね乗り継ぎみたいなね扱いにはなるわけなんですけども、かなりねおすすめの利用方法というふうになっております。でですね、今ね夜の6時ぐらいになっておりまして、フライトがですね8時というふうになっておりますので、早速ねチェックインしてスイートラウンジの方でですねゆっくりしたいというふうに思います。でですね、こちら ANA のねカッタマスクなんですけど、どうですかね、ちょっとですね今まで私が使ってたカッタマスクよりかはちょっとね息苦しい感じがするっていうのはね正直なところですね。でですね、ユナイテッド航空のねマイルで ANA のね特典航空券を取るとですね、本来ね2日前からアップグレードポイント等々でアップグレードをねプレミアムクラスにできるわけなんですけども、事前のねアップグレードはできないっていった形になりますんで、当日ねチェックインの時に利用できるっていう風になりますんで、今回ですねもし空いてればですねプレミアムクラスもですねアップグレードしていきたいという風に思います。それではですねチェックインの方ね行きたいという風に思います。それではですねチェックインしていきたいという風に思います。人はね今日金曜日ということでそんなにいないですね。もうちょっと混んでるかなという風に思ってたわけなんですけども、全然いないですね。それではチェックインねしていきたいという風に思います。ではですね、今回もこちらでスイートチェックインでね、行きたいという風に思います。それですね、チェックイン済みました。で今ねチェックインしてこれからねスイートラウンジね行くところなんですけども、こちらねあの ANA のマスクね今回からね導入させていただいたんですけども、これね欲しい方ね気をつけてくださいね。あのねすごい恥ずかしいんでね、その点だけはですね覚えておくようにしてください。あのチェックインしてくれる方もねやっぱり気づくんですよね。あの一瞬ねマスクに目線がいってんのがね分かってしまいましたね。ということなんで、こちらをですねされる方、まあ度胸がねないとね、まあ買わないと思うんですけども、まあこの手はね覚えておいた方がいいかなというふうに思います。でですね、アップグレードに関してなんですけども、残念ながらですね今回空席待ちということで、ひとまずですねプレミアムクラスは取れなかったということで、もし空いたらですね利用できるっていった形になっております。それではですね、しばらくスイートラウンジで仕事しつつゆっくりしつつですね搭乗までいたいというふうに思います。でですね、スイートラウンジの中に関してはですね前回ね動画で紹介させていただいたので、中の映像はですね今回ね割愛させていただこうというふうに思います。それでは行ってきます。それでは搭乗時間になりましたので、ゲートの方ね行きたいというふうに思います。今回ね60番ゲートということで行ってきます。夜の国内線って実は私初めてなんですよね、羽田から行くの。まあ、金曜日でねもうちょっと人いるかなと思ってたんですけども、全然いないですね。かなり人少ない感じになっております。それではですねゲートの方到着いたしました。でプレミアムクラスの空席待ち一応しておりますんで、結果ね聞きに行きたいというふうに思います。で今ね聞いてきたわけなんですけども、まだね早すぎたということで、ねもうちょっと待ってくださいという話でした。でですね、こちら見えますかね、こちらね ANA の時刻表なんですけども、見えますかね、ここら辺に最終号と書かれておりますよね。このね紙の時刻表、今月で終了ということですので、欲しいという方はですね、まあ、少ないかもしれないんですけども、まあ、こちらね最終号ということですので、もし気になる方はですね見ていただけたらなというふうに思います。それはですねもうちょっとねここら辺で待ちたいというふうに思います。それはですね、なんと
プレミアムクラスにアップグレードすることができました。いやかなりありがたいですね。全然期待してなかったんですけども、アップグレードねしていただけましたということなんで、お見せできたらなというふうに思っております。それはですね、もう搭乗が始まっておりますんで、搭乗ねしていきたいというふうに思います。キャビンアテンダンス、キャビンアテンダンス、スライドバー、キャビンアテンダンス、スライドバー。皆様、本日のご搭乗、誠にありがとうございます。ANA では、お客様に安心して飛行機をご利用いただくために、ANA ケアプロミスにおける新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組んでいます。那覇空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は33番ゲートに到着する予定です。今日も ANA とスターライアンスパートナーのボードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。次のご搭乗をお待ちしております。それではね、那覇空港に到着しました。残念ながら雨ですね。かなり降ってそうですね。傘を持ってないですね。それではですね、那覇空港到着いたしました。今回ね、手荷物預けておりませんので、このままですね、ユーレールの方に乗って、ヒルトンホテルの方にね向かいたいというふうに思います。それではね、終電がねもうやばいので、早速ねユーレールの方を探して乗りたいと思います。いや、やっぱり沖縄あったかいですね。今日は18度ぐらいって言ってましたかね。ここから見ると綺麗ですね。那覇エアポートって書いてありますね。ちょっと風がね強いんで音入っちゃってるかもしれないですけど、ではなんとかね、間に合いそうですね。いや、ちょっとね、最終便で沖縄に来たわけなんですけど、沖縄からのですね、このユイレールの終電がね、ちょっと間に合うかとか、多分間に合うと思うんですけどね、ちょっとね、ビビってました、ね、ですけどもね、無事に間に合いそうですね。まだね、電車は来てないっぽいですね。いやちょっとね、暗くてうまく映ってないかもしれないですけども、向こうにね、那覇空港ね、
見えてますね。こんな感じなんですね。私はですね、精神修行も全部ね、海外でやってしまったので、国内の空港ってね、そんなに経験ないんですよね。那覇空港も多分来たの何年ぶりだろうな、多分おそらく10年以上久しぶりなんですよねそのぐらいですね、国内のね、空港って私回ったことなくてですね。いや、今回ね、久しぶりに来れてよかったですね。こんな感じなんですね。那覇空港からこのユイレールもね、近くていいですね。それではね、電車に乗って旭橋駅だったかな、行きたいというふうに思います。今回はダブルツリーバイヒルトン那覇ですね。そちらに一泊ね、滞在させていただきます。ホテルの動画自体はね、別に出そうかなと思っておりますので、ひとまずですね、ホテル到着までね、この動画で撮っていきたいと思います。それではですね、今ね、ホテルの前に到着いたしました。本当にね、旭橋駅がこれなんですけど、ユイレールの本当に目の前ですね。かなりね、便利ですね。本当に目の前にあるんでね。それではですね、本日はね、こちらに一泊ね、させていただきたいというふうに思います。それではまた明日です。それではですね、2日目になりました。今ね、旭橋駅のユイレールのね、駅にいるわけなんですけども、ここから那覇空港に向かって、そこから福岡にね、飛んでエポスゴールドカードから JQ エポスゴールドカードにね、交換しに行きたいというふうに思います。それでは行ってみたいと思います。それはですね、那覇空港到着いたしました。沖縄ね、残念ながらあいにくの天候なんですよね。今回ね、ダブルツリーバイヒルトンっていうね、ホテルに泊まってたんですけども、最寄りの駅からね、ほぼ雨に当たらずね、ホテルに行けるということで、かなり快適でしたね。でですね、今ね、2時過ぎということで、フライトがね、15時40分ということで、あと1時間ちょっとぐらいね、ありますんで、ひとまずですね、チェックインして、スイートラウンジね、行きたいというふうに思います。それではね、こちらから行きたいというふうに思います。それですね、無事チェックインすることができました。今回は ANA1210 便の 26A という座席ですね。それでは保安検査場ね、行きたいと思います。それですね、ラウンジの前に着きました。それではね、どんな感じになってるか見ていきたいというふうに思います。それですね、時間になりましたので搭乗ゲートね、行きたいというふうに思います。今回は31番ゲートですね、行きたいと思います。それではね、ゲートの方につけましたので搭乗していきたいというふうに思います。もうね、搭乗が始まってるそうなので行きたいと思います。すいません、キャビンアテンダント、スタンバイアットドア、業務連絡です。キャビンアテンダント、セットスライドバー。皆様、ドアが閉まりました。
皆様が指定された座席に着席していることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。携帯電話などの電子機器は機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。皆様こんにちは。今日もスターライアンスメンバー ANA 福岡行き1210便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この便は ANA ウィングスの飛行機、乗務員で運行いたします。またこの飛行機は ANA とスターライアンスパートナーのコードシェア便です。機長は小野、チーフパーサーは増留でございます。離陸後の飛行時間は1時間20分の予定です。飛行中ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお知らせください。お客様に安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員はマスクと手袋を着用しています。また感染防止のため、お食事のサービス時などに保護眼鏡を着用することもございます。ご搭乗いただきました皆様に安心してお過ごしいただくために、お客様ご自身のマスクなどの着用、手洗いや咳エチケット、近い距離や大きな声での会話を控えていただくなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。皆様、登機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様は、お子様を膝の上でしっかりお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトをお確かめください。福岡空港到着時刻は定刻5時25分の予定です。 Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you.福岡空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまで、シートベルトをお締めになったままお待ちください。窓入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますので、お気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になりますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますので、お控えください。飛行機はターミナル12番ゲートに到着する予定です。スターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。
ただいまの周辺の天候は晴れ、気温は11度です。寒暖の差で体調を崩されませんよう、どうぞ明日からも元気にお過ごしください。皆様の次のご搭乗またお帰りを乗務一同心よりお待ちしております。重ねましてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前のお客様と適度な距離を空けてお降りいただきます。降りの際には前方プレミアムクラスのお客様を含む1列目から13列目、その次に後方14列目以降のお客様の順にご案内いたします。恐れ入りますが、14列目以降にお座りのお客様はベルト着用サイン消灯を客室乗務員がご案内するまで、座席上の手荷物を取り出さず席にお座りのままでお待ちください。ご協力をお願いいたします。お済みになりました紙コップやペットボトル、不要なものは降りの際客室前方の袋にお入れください。それではね、福岡空港到着いたしました。いや、福岡寒いですね。やっぱり沖縄ある程度暖かったんですね。そんな感じがすごいしますね。しんしんと冷えてきてますね。それではですね、福岡空港に到着して外にね、出てきました。今回ね、羽田から沖縄、そしてここ福岡ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスでね、6000マイルでやってきたっていった形になります。でね、沖縄ではですね、1泊してこのね、福岡にね、来たっていった形になります。ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのおすすめな利用方法としては、こんな感じでね、利用していただけると2つの場所をね、楽しむっていうこともできますんで、ぜひね、利用してみていただけたらなというふうに思います。でですね、私は今ね、福岡空港に到着しましたので、ここからですね、地下鉄に乗って博多駅の方にね、行ってエポスゴールドカードを JQ エポスゴールドカードにね、交換しに行きたいというふうに思います。それでは行きます。それでは到着しました。福岡空港からめちゃくちゃ近かったですね。地下鉄で10分かかんないですね。それでは早速切り替えに行きます。それはですね、無事切り替えることができました。本当にね、10分かからないぐらいでね、切り替えすることが可能です。いや、これはね、かなりありがたいですね。で、今ね、切り替えると、よいしょ、こんな感じで500分のね、チケット2枚でいただけるということで、こちらね、ビル内のアミプラザで、使えるね、1000円分のクーポンがもらえます。で、これは JQ カードでね、支払って1000円分のね、金券として使えるということでしたんで、私もね、せっかくなんで使いたいというふうに思います。カードのね、切り替えということで、30分以上はね、待つんじゃないかななんて思ってたんですけど、本当にすぐ終わってね、かなりね、ありがたいですよね。日帰りでね、来る方ね、さすがにそんなに多くないと思うんですけど、全然ね、行けちゃうって言った感じですね。それではですね、今回エポスゴールドカードから JQ エポス、ね、ゴールドカードに、切り替え完了ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。それではですね、博多駅から JQ エポスの、ね、カウンターまでの、ね、行き方を、ね、ちょっと、ね、解説していきたいというふうに思います。駅のホームからですね、エスカレーター上がるとこのような、ね、看板があると思いますので、こちらのですね、右側にある中山セントラルって書いてあるね、こちらの出口から出ます。でですね、改札を出たらですね、中山出口の方に向かってね、歩いていってエスカレーターで上がっていきます。でですね、こちらの中山出口をですね、進んでいただきます。でですね、エスカレーターを降りたらですね、もうね、次のエスカレーターが目の前にあるんですけども、それをね、乗らないでこちらですね、
ちらです。これで19号スタンダーとありますよね。こちらが、切り替える場所というふうになっておりまして、で振り返ってもらって進んでいきます。もうちょっと見えてると思うんですけども、こちらはね、切り替え場所っていった形になります。本当にね、駅のホームから歩いてね、5分もかかんないと思いますんで、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、こんな感じになっております。